今回は滋賀県瀬田ゴルフコース北コースインコースの16番ホール。レギュラーティーからピンまで150ヤード、ショートホール攻略を紹介します。ティーショット、打ち下ろしのショートホール。ショートホールの基本的な攻め方ですが、グリーンセンター狙いがセオリーだと思います。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。インコースの16番ホールはパー3、レギュラーティーからピンまで150ヤード、ハンディキャップは18、打ち下ろしのショートホール。難易度は18ホール中18位。平均スコアは3.86、平均パット数は 1.96。100ギリの人は1オン2パットのパー3チャンスです。インコースの16番ホール、パー3、レギュラーティーからピンまで150ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、打ち下ろしのショートホール。ショートホールの基本的な攻め方ですが、グリーンセンター狙いがセオリーだと思います。インコースの16番ホール、パー3、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。今回は、滋賀県、瀬田ゴルフコース北コース、インコースの17番ホール。レギュラーティーからピンまで410ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。ティーショット、セカンドから打ち下ろしのミドルホール。ティーショットの狙い目は、フェアウェイセンター。セカンドショット、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば積極的に狙っていく。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。インコースの17番ホールはパー4。レギュラーティーからピンまで410ヤード。ハンディキャップは6、セカンドから打ち下ろしのミドルホール。難易度は18ホール中2位。平均スコアは5.86、平均パット数は1.89。90ギリの人は3オン2パットが無難。100ギリの人は4オン2パットが無難です。
インコースの17番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで410ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、セカンドから打ち下ろしのミドルホール。ティーショットの狙い目は、フェアウェイセンター。インコースの17番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、グリーンを狙える位置に、ボールが来ていれば、積極的に狙っていく。インコースの17番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。今回は、滋賀県、瀬田ゴルフコース北コース、インコースの18番ホール。レギュラーティーからピンまで540ヤード、ロングホール、攻略を紹介します。ティーショット、セカンドから打ち下ろしのロングホール。ティーショットの狙い目は、フェアウェイセンター。セカンドショット、パー5のセカンドショットは、フェアウェイキープ。サードショット、グリーンを狙える位置に、ボールが来ていれば、積極的に狙っていく。グリーン、常に2パットを頭に置きながら、プレーをしていきましょう。インコースの18番ホールは、パー5。レギュラーティーからピンまで540ヤード。ハンディキャップは10、セカンドから打ち下ろしのロングホール。難易度は、18ホール中、8位。平均スコアは、6.62。平均パット数は、2.05。90ギリの人は、4オン2パットが無難。100ギリの人は、5オン2パットが無難です。インコースの18番ホール、パー5、レギュラーティーからピンまで540ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、セカンドから打ち下ろしのロングホール。ティーショットの狙い目は、フェアウェイセンター。インコースの18番ホール、パー5、セカンドショットの攻略ポイントは、パー5のセカンドショットは、フェアウェイキープ。インコースの18番ホール、パー5、サードショットの攻略ポイントは、グリーンを狙える位置に、ボールが来ていれば、積極的に狙っていく。
インコースの18番ホール、パー5、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。